皆さんこんにちは、ズミムです。今日はですね、5月の8日の、月曜日ですね。あね、今日ね、今ね、USJ に来てるんですけど、あね、今日はですね、ちょっとね、ある特別な日でして、そういうこと言うとね、今日からね、USJ ね、実はですね、コロナのですね、新型コロナウイルス関連のね、テーマパークに要請されてた制限っていうのが、一気に解除されるように、避難できるってことで言うと、というのはですね、世間をね、ずっと賑わしてたね、新型コロナウイルスがですね、五類相当にですね、引き下げっていうふうになりまして、で、この五類相当っていうのは何なのかっていう話なんですけど、まあ、私もね、今よくわかんないんですけど、まあ、とにかくね、五類相当に引き下げられたから、もうテーマパークの方もね、新型コロナウイルス関連で今まで要請してた、その感染症対策っていうのはもうしなくていいよっていうふうに、今日からなるんですね。USJ はですね、もう完全にですね、コロナ禍前の状態で今戻ったっていうことでですね、パークでもね、いろんな変化が起きると思うんですよ。なのでね、今日は、パークでどういうね、まあ、制限がね、解除されて、どういう影響があったのかっていうのをね、ちょっとね、現地で調査してみたいなって。それではね、早速ね、行ってみよう。てなわけで、冒頭でもお伝えした通り、今日から新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが撤廃されたので、多くの事業者が感染症対策をやめる日とされています。例えばパーテーションの撤去などがその代表です。駅について早速見つけたのがこれです。ここには以前消毒液と台があったのですが、それがなくなっていました。ユニバーサルシティ駅でも感染症対策が撤廃されていましたね。これは USJ 内でもかなり変化が起きそうですね。期待したいと思います。まあ私は潔癖症なんで、消毒液の設置はコロナとか関係なく純粋にありがたかったですけどね。シティウォークを歩いていると、ここでも変化がありました。なんと以前動画でも紹介したマリオカートのフォトスポットがなくなっていました。まあこれは新型コロナウイルスどうこう関係なく、もともと展示期間が決まっていただけなんですけどね。それではパークに向かいます。8時50分時点でのチケット売り場はこんな感じ。意外と混んでいますね。この待ち列の長さだと、だいたい10分以上はかかります。入場ゲートはこんな感じ。この日の開演時間は8時35分。公式の開演時間は9時なので、25分ほどフライングしました。まあ USJ にしては、良心的なフライングですね。閑散期のフライングは、だいたい30分以内であることが多いです。9時5分、インパしました。一応もう任天堂エリアは整理券対応になっているのですが、さすがに案内は9時から10時までの間で、最速だと30分後には入場できるようです。まず USJ に入って驚いたのが、各ショップにあった消毒用のアルコールが全て撤去されていた点ですね。これも感染症対策のものでしたので、ガイドライン廃止を機になくなったようです。気になったのでレストランにも向かいましたが、やはりなくなっていました。はい、でね、やっぱり、ね、予想通りね、アルコールの、ね、消毒液みたいな、なくなってましたね。で、まあそれがね、嬉しいのか嬉しくないのかというとちょっと微妙なんですけど、まあ別に嬉しいもんでもないですよ。まあ、っていうのかな、コロナとか関係なく、感染症対策とかあんま関係なくね、単純にね、その各お店にね、アルコールの消毒液がね、設置されてるっていうのは単純にちょっと便利だったんですよね。ちょっと吹きたいなっていうものがあった時にね、聞くことができるっていうのがすごく便利だったんで、多分ね、アルコールの消毒液ってあくまで、その感染症対策のために設置されてるもんなんで、それをね、感染症対策もうしなくていいよって言われた後にね、継続して設置するっていうのはね、それはね、ある意味ね、甘えっていう風になるんで、なので、まあ、なくなるのは当然なんで、仕方ないんですけどね。一応、ちょっと、なくなっちゃったなーっていうね、名残惜しさみたいなのね、正直ちょっと、ありますよね。
ドラえもん XR ライドの様子を見に行きます。ドラえもんは60分待ちでした。閑散期の朝だからかなと思いましたが、まさかこの後もずっと空いているとは、この時は思いもしませんでしたね。なんか向こうでキャラ塗りをやってますね。早速向かいましょう。なんとキャラクターに近寄ることができていました。これは大きな変化ですね。キャラクリのハイタッチやハグ、そしてサインなどが復活していました。とにかくキャラクターに直接触れる行為全般っすね。それにしても写真が撮りにくいです。前ってこんな感じでしたっけ。そうだ、コロナ禍の時はキャラクターに触れられない代わりにゲストが順番に写真を撮る方式が採用されていたんでした。今はそれがないので、ぐいぐい行かないと写真撮れないですね。やはりハグ解禁ということで、周りは明らかに USJ 常連っぽい人が多く、そういう人とトラブルにならないように順番抜かしっぽく見えないようにぐいぐい行きます。エルモの方から手を取ってくれました。ジェントルマンっすね。話すことも思いつかないので、しばらく足がキャラクターとモフモフしてるだけの動画をお楽しみください。いや、さすがに音がないのは寂しいので、ウイロウリの朗読練習でもしときます。拙者親方とロースはお立ち寄りの中にご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方愛州小田原石町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさねば、欄干橋虎や遠衛門ただいまでは啓発いたして遠時と名乗りまする。団長より大晦日までお手に入れまする。この薬は昔秦の国の統治運動という人まだ朝へ来たり、帝へ三大王子からこれの薬を深く米置き、よういる時は一粒ずつ冠の隙間より取り入れす。よってその名を帝より道鎮が賜る。すなわち文字にはいただき救こうと書いて道鎮こうと申す。ただいまではちょっと離れたところにスヌーピーたちがいました。こっちにも行きましょう。ただいまではこれの薬ことのほか世情に広まり、方々に二看板をいたし、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持って類郎といたしたら親方への一字ばかり。もしやお立ち会いの中に熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢古参宮の折からは必ず門違いなされまするな。お上りなれば右の方、お降りなれば左側。で、相手のわけでね、ちょうどね、後ろでね、スヌーピーたち、今ピーナッチームがね、ブリーディングしてると思うんですけど、一応ね、今日から、噂通りね、ハグと、あとまあ、ハグですね。ハグとか、まあ、接近してのね、キャラクターと接近しての、写真撮影っていうのができるようになってました。あと、サイン。サイン、キャラクターのサインとかもなんかできるようになってました。まあね、それはね、まあ、すごくね、まあ、いいことで、それ自体はね、まあ、キャラクターとのね、距離が近くなってるんで、すごくね、まあ、いいことなんですけど、まあ、一応ね、ちょっと問題もありまして、問題っていうかね、ソーシャルディスタンスを確保しての記念撮影っていうのって、キャラクターとのね、距離はちょっとあるんですけど、決してね、ちょっと悪いことばっかりじゃなくて、例えばね、ゲストがですね、ちゃんとね、列を作って、写真を撮影をこうできるっていうね、まあ、そういうようなメリットがね、実はね、あったりしたんですけど、まあ、それがね、まあ、今日からね、なくなるっていうことですね。まあ、順番とかそういうのが一切なくなるんですよ。だからですね、まあ、横帰り、まあ、横帰りっていうね、概念もないんですけどね、そもそも順番っていう存在自体がないんで、横帰りとかないんですけど、まあ、結構ね、ゲストが、いろんな方向からね、写真撮ってっておっしゃってるんで、結構ね、写真撮るのが難しいっていうのがありますね。なのでね、ちょっと多少ね、順番抜かしに見えてもね、まあ、順番抜かしじゃないんですけど、順番とかないんで、多少ね、順番抜かしに見えても、まあ、ブイブイね、キャラクターにね、写真撮っててお願いしないといけないっていう感じに変わってますね。だから、あれですね、コーナー構えのキャラクリにね、もう完全に戻ったっていう感じですね。ではまた、パークを時計回りに一周したいと思います。ターミネーターは、相も変わらずクローズしています。このアトラクションは、完全なクローズではなく、あくまでも休止扱いですが、一向に復活する気配がありません。
みんな、綾小路麗華に会いたいとか、麗華様にいじられたいとか、麗華様に踏んづけられたいとか、いや、綾小路麗華がメインのアトラクションちゃうでこらって感じの不満を、世界が誇るスラム街ツイッターに垂れ流していますが、何にせよ早く復活してほしいですね。なんか今日から復活するかもみたいな噂が流れていましたけど、そもそもこれは感染症対策とかでクローズしてるわけではないので、復活してるとは1ミリも期待はしてなかったです。スパイダーマンじゃなかったスパイファミリーシークレットミッションはご覧の通りのガッタガラ。もはやキャスト目当ての常連しかいないんじゃないかとすら思えるほどのスキップりです。さすがにここまで来ると体験できないとかのトラブルもなさそうですね。こんな感じで今日のアトラクションはどこもガラガラです。あと今日風がすごいですね。アーシの偽まつげと偽髪の毛が吹っ飛びそうです。なんかうんこしたりツイッターしてからウォーターワールドの開始時刻になりました。ウォーターワールドの初回は11時です。実は、ウォーターワールドは、この感染症対策の影響を、最も強く受けているアトラクションなので、今日から、いろんなものが復活すると、期待されています。早速行ってきましょう。はい、というわけでね、やってきましたよ。ウォーターワールドです。ここはね、パークの中でも一応、関連、新型コロナウイルスの、なんですか、感染症対策の影響を受けている、ショーでして、あれですね、声を出してはいけない、あとね、水をかけてはいけないっていうね、そういうね、ウォーターワールドの二大要素がですね、これ封印され、長らく封印されているような状態だったんですけど、これがね、今日からですね、解禁になるんじゃないのかっていうふうにね、噂されてますね。でね、さっきね、キャラクターとのね、ハグがですね、予想通り解禁されてたんで、ここもね、解禁されてるんじゃないかなっていう、ちょっと期待しちゃいますね。それではね、早速ね、行きます。ウォーターワールドもガラガラですね。今日はこんなにテーマパークにとって特別な日というのに、みんなどこ行ったん？シャムゲームのオフ会。入るといきなり超懐かしい犬を持ってる保安官がいました。これは期待できそうですね。出ました、水かけ攻撃です。これでこそウォーターワールドですね。嫌でも冷静に考えたら保安官の次に何罪のない犬たちの水かけたのよ。あ、すみません。はい、ルーイングの声出しも復活していました。嫌だから何の水かけるのよ。もし元気がないよ、俺様の勝ちだ。サンキュー。ビーコンもなんか嬉しそうです、ね、じゃあ飛行機に合図をしろ。はい、でね、今日のね、混雑度なんですけどね、なんかね、ちょっと珍しいことになってて、まあね、まずね、全体的に言うとね、先週とかね、先々週よりもですね、断然ね、もう空いててですね、もうね、本当にガラガラっていう感じですね。で、スーパーニンテンドーワールド内のね、アトラクションだけが、先週、先々週と、そんなに変わらない待ち時間っていう感じですね。で、ね、意外だったのがですね、ドラえもんのエクストラライドですね。ドラえもんってね、普通ね、閑散期だとしてもね、結構ね、混んでることが多いんですけどね、今日のね、待ち時間の今のところね、平均だいたい45分くらいなんですよ。めちゃめちゃね、ガラガラっていうかね、ドラえもんね、こんなにすくことってあるんですね。まあ、とにかくね、それくらい今日はね、めちゃめちゃガラガラっていう感じですね。では、次はジョーズに行きます。ジョーズもガラガラで20分待ちです。まあ、おそらく数字持ってますね、これ。多分10分くらいだと思います。ジョーズでも変化がありました。なんと、今まで船長さんに近いという理由で廃止されていた1列目の座席も案内されていました。あと、船長さんは、なんか、小さなプラカードを持っていますね。なんでしょうか、これ。昔の CD ケース。
はい、というわけでね、調査に持ってきました。でもね、やっぱりね、ちょっと変化がありまして、一つはね、あれですね。今日はね、感染症対策だと思うんですけど、そのね、船長さんに近い席の前列、1列目ですね。1列目にはですね、ゲストは座ってはいけないってこともあったんですけど、今日からね、1列目にもゲストが座れるようになって、だからですね、まさにボート、全部ね、48人全員ね、乗れるようになってました。船長さんにまでついてたですね、マウスシールドっていうんですかね、なんか、名前わかんないですけど、シールドがね、なくなってましたね。だからですね、多分ね、飛沫はね、対策ね、もうしなくていいっていう風になったからっていうことだと思うんですけどね。でね、もう一点ね、多分ね、これね、コロナとあまり関係ないと思うんですけど、出発前にですね、写真撮影とか禁止っていうのプラカードみたいなのを見せてなんか説明するようになってましたね。まあね、スマホみたいなサイズなんですよ、そのね、カードが。なのでね、正直ね、前列が見えないっていうかね、多分誰も見えないかなっていう感じのね、サイズ感なんですよね。なので、あんまりね、効果ないんじゃないかなって正直思うんですけどね。でもまあ、ちょっとね、やっぱり撮影ね、する人がですね、外国人を中心にですね、非常に多いね、そういうのも対策だと思います。最後にユニバーサルワンダーランドに向かいます。実は感染症対策の開始により長らくクローズしているスヌーピーのグレートレースが復活するのではという噂がツイッターで話題になっていました。一応確認だけしに行きます。案の定特に変化はなかったです。コースターは綺麗な状態で保存されていて、いつでも発射可能そうには見えるんですけどね。まあ、一応ね、今日からね、運営がね、再開するんじゃないかってね、ちょっと噂されてたスヌーピーのグレートスペースなんですけど、これはね、復活はしてなかったですね。っていうか、まあそれは当たり前なんですけど、っていうのも、このね、まずね、このスヌーピーのグレートレースがですね、おそらくね、コロナ禍の影響でね、クローズしてるっていうのは間違いないんですけど、それはですね、感染症対策とか、そういう類のものじゃなくて、理由はね、ちょっとわからないんですけど、このアトラクションね、もうね、完全にクローズしてるんですよ。まあね、バックドラフトとかターミネーターとか、あとナイトパレードとかも、必要ね、今はね、休止中っていう風になってるんですけど、あれはね、休止なのであって、まだね、復活する可能性っていうのがあるんですよ。このスヌーピーのグレートレースに関しては、こんなに設備が残ってるのに、一応ね、建前上はね、もう完全にクローズしてるっていうことになってるらしくて、だからね、もう扱いで言うとね、ET アドベンチャーとか、バックザフューチャーとか、ペパーミントパティのね、スタンプスライドとかと同じね、扱いなんですよね。だからもう完全にクローズしてるんですよ。なので復活するわけがないんですよね。ただね、さっきの建前上はクローズって言ったんですけど、このアトラクションがね、なんでクローズしてるのかっていうのも正直よくわからないんですけど、一応ね、完璧な状態でね、保存されてるっていう点と、あとね、なんかちょくちょくね、このコースター動かしてんじゃねえか疑惑みたいなのが、一応ね、ありまして、なので一応ね、アトラクションとしてはクローズしたってことになってるんですけど、例えばね、タイトルをリネームして、適当にちょっとリニューアルして、なんかね、再開するんじゃねえかなっていうふうにはね、ちょっと思うんですけどね。とりあえず、一応、建前上がスヌーピーのグレートレースは、もう完全にね、クローズしたっていう設定になってるらしいです。なのでね、公式のホームページからも削除されてますし、マップとかからも削除されてます。相手の感じでね、コロナ対策がね、もう完全に終わった USJ の様子でした。で、やっぱりね、本当にね、2年ぶり、3年ぶりでしたっけ？ちょっと忘れちゃったけど、本当にね、久しぶりのね、完全なね、USJ の日常
か戻ってきたなっていう感じがね、しやすね。あ、登場してね、ダークダルトとかターミネーターとかナイトパレードとかね、もちろんね、スネークのグレートレースもね、今吸収してるアトラクションね、復活していってほしいなって思いますね。はい、ではね、この動画もしよかったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回ね、お会いしましょう。それでは、さようなら、さようなら、さようなら。